お疲れ様です。どうです。2021年12月31日最後の食事となりました。なんで俺は12月31日君の家にいるんでしょう。いやいや、俺が呼び出したみたいになってるけど、あんたが来たからね、今回に関しては。まあでも、お寿司ということで。年末年始、リラックスして、まあシーズンもね、もう始まりますから。ほんまやで。まあでも結局、最後のオフとか言っても、1日だけやねんけどね。2日からまた練習なんで、とりあえずゆっくりして、いい大晦日にして、またいいスタートが切れるように頑張りたいと思います。まあね、で、このお寿司、めっちゃ美味しそうじゃない？じゃーん。最高。最高です。はい。年末、大晦日、楽しみましょう。では。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ食べよう。さっきからさ、ずっとパスやってるけどさ、なんなん、うまくなったってこと？2021年の投げ納めしとかない。投げ納め。じゃあお願いします。いただきます。やばっ。さあ皆さん、もうほんとあと1時間で年越しなんですけど、そばですね、年越しそばを、作っていきたいと思います。やばっ。そしてそばをとりあえず作っていきたいと思います、はい、佐藤も来てるんで、はい、佐藤と2人分作っていきたいと思います。はい、一回 YouTube でさ、やったやん。はい、なんかオムライス作って佐藤がいまいちだったみたいな。ああ、ありましたね。うん、そっからまあ割と成長したんじゃないかなっていうところをちょっと見せれたらいいなっていう。辛口評論家。辛口評論家。おつゆ作りますんでね。あ、だしからいっちゃいますか。だしいきますよ。このあごだし、あごだしってあんねんけど、ね、はい、これとあとめんつゆ使って、まあ、ささっと作りたいなと思ってます。で、一応かき揚げも買ってきたんで、はい、かき揚げも軽くチンしてやりたいなと思ってます。てるてて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 てやばいね。13年よ。13年も一緒におらないかんかったと。いや、逆におし一緒におらないかんかったとというよりかは、なんかこんな感じで一緒に年越ししてるなんか思ってなくない？最初会った時。僕は、ね、本意ではないんですけど。何？本意ではないって今日あんたが来たからね。マジで。明日初詣行こうよ。初詣に行きましょう。このね、俺のおばあちゃんが作ってくれてる。おばあちゃんが作ってくれてる。そう、柚子胡椒。これがね、マジうまいよ。え、佐藤食べたことあるよね。これ、もみじおろしじゃないですか。いやいや、あの、柚子胡椒なんよ。マジおいしいんよ、うん、これ。よし。あの、皿がなくてさ、ラーメン鉢になっちゃうけど大丈夫ですか？まあ、行こう。まあ、行こう。行こう。はい、どうでしょうか。あの、美味しそうです。美味しそうでしょ。じゃあとりあえず食べましょう。いただきます。あ、美味しいんじゃない。うん、美味しいかも。いただきます。はい。前回ね、ちょっと低評価すぎて、お前辛口すぎやろって周りから言われた。マジ？実は言われました。ということでいただきます、はい、でも忖度はしない。はい、忖度はせんとってね。だしはまあ、だしはいい。まあでも言うてもだししか作ってんからな。うん、美味しい？うまい。マジ？うまい。お、いいね。これで2021年年越せそうです。よかったです。ありがとうございます、うん。おーす。さて、あと1分です、はい。まあ、オリンピックも今年は出れたし、まあ、いい年なのか悪い年なのかようわからんかったけど、まあ、結果が出らんかったからね、ちょっと悔しかったけど、まあ、一つこうレベルアップできたかなと思います。あと10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、2022年です。明けまして。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。どうすか、
どうすかっていうか、頑張りましょうということですよ。頑張りましょう、ほんまに。YouTube のチャンネル登録数、YouTube は5万人ぐらいにしたいねっていう話をしてて、5万人できるように頑張りましょう。いや、いけるでしょう。で、いろんな人とコラボできるように頑張りましょう。行きましょう。あとは、ラグビーは、とにかく、リーグワンでね、優勝することと、一、はい、つでも多くトライアウトって活躍することを、頑張りますんで、はい、佐藤も、サポートよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。おはようございます。1月1日、元旦の朝です。おはようございます。どうでしたか、初夢は最悪最悪、幸先がいいね。いや、マジで最悪な夢見て、もう怖すぎて、はい、7時に起きたもんね、1回。で、そこもう1回寝た二度寝しとるやんけ。まあ、そんなことは置いといて、正月といえばお雑煮ね。でもなんかお雑煮の作り方がようわからんから、はい、で、昨日も買い物も急遽やったから、はい、とりあえずお味噌汁にお餅を、お餅入れたら美味しいんじゃない、ぶち込もうと。そう、佐藤はどうやった？あ、夢？夢見た？夢なんてもう見る間もなく爆睡中の爆睡やったね。幸せやな、それ。佐藤は今年の目標は何なん？今年の目標ですか、うん、目標というか、一つこうキーワードがありまして。おお、何だろう。攻め。え、逆に攻めてなかったこれまでは。いや、まだ足りてない。まだ足りてない。そうなの。これまでたくさんの方々にお世話になってきて、はいはい、やっぱりきっちりお返しをね、していきたいと思いますね。はいはい。これまでね、こう具体的に支えられてね、生きてきたんでね、はいはい、間違いなく具体的に、うん、難しいね、ここで言うのは難しい。まあ、お仕事だったり気持ちだったり、気持ちだったり、ね、やっぱりお返しをしていきたいなと思います。はいはい、待ってる時はね、喋るんですけど、ね、おーおーおー、見て、ちょっと来て。俺いつもね、朝たまに作る時があるんだけどさ、いや、こっちで、ちょっとジブリっぽくない、なんかこの湯気の感じとか、この日差しとか、どう？小さい頃は、まあまあ、しゃあない、朝やからな。俺これ多分ようあんねん、ようあんねん、ここ。あと、タコも食べますよね、タコ。あ、タコもう贅沢に、もうなんか、でかくいこうや。でかくいこう。うわ、このタコめちゃくちゃ美味しいよ。ごっつすぎるやろ、これ。いや、お前が豪華に行こうぜって言ったからさこれは、仮面って物議、お前、歯弱いもんね。なんで2回言ったの。いや、歯弱いもんね。まずタコ完成です。はい、完成です。今、普通の味噌汁にいただきます。タコからいこうかな。でかいって絶対。やっぱ弾力があっていいですね。うん、いいんじゃないでしょうか。お餅をいただきたいと思います。おいしい。ではこの後、初詣に行きましょう。え、撮ってますよ。撮ってんのかい。おはようございます。おはようございます。おはようございますというか、もうおはようございますのパートは過ぎたんよ。うん、12時です。熊谷、人っ子一人いません。あ、でも少ないね、車。今から初詣に行きたいと思います。いやー、まあでも昨日の格闘技もすごかったね。年末盛り上がりますね。お、雪積もった、ほら。ほんまや。え、車の上に。所沢。おい、埼玉。埼玉です。おはようございます。早稲田があるところです、所沢。体育大学。は、ま、あ、あちゃ、体育大学や、お前。お前怒られるよ、ほんまに。あ、何が体育大学やって、早稲田大学やって。スポーツ科学部や、れっきとした。何が体育大学や。今マジ素で出たもんな。ああ、体育大学。はい、今お寺に来ております。寒いし、めっちゃ並んでるっていう。やばいね。でもなんかここあれらしいね、関東唯一の魔除け開運大使らしいよ。まあとりあえず並びたいと思います。浄化の鐘を鳴らしたいと思います。ちゃんと浄化して、見ていただいてる皆さんの分も全て
強化できるようにやってください。はい、しっかりやっていきます。お願いします。はい、ではどうぞ。待ちに待ったおみくじです。待ちには待ってへんけどおみくじですね、はい、結構並んだね。おみくじに30分並んだ。30分ぐらい並んだ、ね。お前さ、お前さ、申し訳ない。はい、あのおみくじを引いてまいりました。はい、行きます。ちなみになんだ、佐藤は大吉なんですよ。全すごい、 大吉でございます。すごい、イエーイ。じゃあ俺行きます。はい、大吉。お、大吉。怖くない？嘘やん。え、同じ？あ、違うね、違うやつ。願い事なんて書いてありますか？思うまでしかし、油断すれば叶わず。油断したらダメらしい。ちなみに僕、願い事叶えがたいようですが、半ばより案外安く叶うって。何やねんそれ。ということです。いや、いいですね。お疲れ様です。まあ無事初詣も終わって、お互いにね、大吉だということで良かったですね。2人とも大吉ってすごい確率だね。なかなかやね。まあなんかちょっとね、まあ、今回佐藤と年末年始、年明け過ごしましたけど、2022年もお互い頑張って目標に届くように頑張りましょうよ。はい、ぶち上げていきましょう。ということで皆さん本当に、ありがとうございました。今年1年間も、YouTube よろしくお願いします。では皆さんさよなら。よろしくお願いします。